皆さん、こんにちは。本日は子育てに取りつかれ、娘の人生を乗っ取ろうとする母親の凄まじさ。書籍、さよならお母さん、墓守娘が決断する時を読んでというテーマでお話をさせていただきたいと思っております。今回はですね、えー、さよならお母さん、墓守娘が決断する時信田小夜子著、2011年初版。 という書籍をシェアさせていただきたいと思っております。 この墓守娘という言葉が書いてありますね、これはどういう意味かというと著者の造語ということなんですけどね、まあ、子供特に娘ですね、その人生に非常にこう口出しをしてね、過干渉をするお母さんということでね、これだけ尽くしてあげてるんだから、将来は介護をしてくれたり、うちの、ね、墓を守ってくれるというのは当然でしょうというような感じのですねお母さん。 この存在にですね苦しむ娘というようなね意味で作られた言葉ということになっております基本的にですねせっ,せっせっせと娘に対して尽くす 教育に関してもそうですしね、いろんな学校のこととか、あまああの教育資金というようなことも、ですねパートナーなどをやって、そして、まあ、いろんなお弁当を作ってあげたり、ですね細々としたこともいろいろとこう一生懸命やってくれるお母さんということは、ですね非常に世間の受けはいいわけですね、いいお母さん、働き者のお母さん、娘思いのお母さんということになっているわけなんですけど、その裏側で、ですねなかなかその、 視野がこう狭くなってしまって、本当に娘のためのこう。人生、娘の人生のためにですね、えー、なるのかとまいうようなことに思いが至らずにですねどんどんこう過干渉になってこうのめり込んでしまうと。 過度に世話を焼きすぎてしまう母親あ、そしてそれを娘が苦しんでいると、それに気づかないというような、ね、お母さんが結構いるということで、それに対してです、ねまあ、臨床心理士である著者が述べているということなわけですね。 そしてこの著者のです、ね、信田小夜子さんという方はですね、1946年、岐阜県生まれということで、まあ、臨床心理士でありフェミニストであるということなんですね、そして、まあ、施設で心理相談機関を原宿に作りましてね、原宿カウンセリングセンターというもののですね、初代所長となられているということなんですね。 母が重たくてたまらないというですね母が重くてたまらないといとう書籍を出されてそれがベストセラーになっているとそれに次いで書かれた本がこの書籍ということなわけですねまあ歯切れのいいすごくね分かりやすい組み立てで読んでて非常にこう面白い書籍でもありました今回はねこちらを紹介させていただきたいと思っております え本題に入る前にですね、えー、私は現在このチャンネル以外に本業のイラストやギターの弾き語りのチャンネルそしてえ女性とか猫のイラストを載せたツイッターアカウントなどを運営しておりますご興味がございまして説明欄からどうぞあとご連絡とかコメントはですね Facebook のメッセージよりお願いいたします今回はさよならお母さん 墓守娘が決断する時という書籍を制覇させていただきます。え、墓守娘というのはですねえー、ま。結局、うん、お母さんの墓を将来守っていくというようなあ。あことをですね。えー、ま、あの権化のうちに約束されているか？ 強制されているというような感じのです、ねまあ、非常にこう母親からの圧力の強いかかった娘であるということなんですね、えー、母の介護、母の墓参りなどをしてくれとしかし、その代わり私はあなたを育てることに対して一生懸命全力を尽くすからというようなです、ねえー、この圧力を常にこう受けている娘ということになるわけですね。 ですから娘やお母さんにいろいろとこう尽くしてもらったりとかして感謝している一方ですね、このプレッシャーみたいなのに常に苦しむというような状況である言葉ということなわけですね。まあ、基本的にですね、まあ、娘に対して一生懸命いろんなことを尽くしていると社会的な目から見るととてもね いいお母さん、優しいお母さん、いろいろと尽くしてくれるお母さん、娘のことを考えてくれているお母さんということで、まあ、社会的な評価ということになると、まあ、評判がいいということになりますね。ですので、まあ、絶対善的な感じで、ですね、母親の方が正しいというような感じになってしまう、それに対して娘というのは、ですね、これほど尽くしてくれているんだからと、世の中がいいお母さんと言ってくれるのだからということで、この思っ 苦しいですね、えーまあ、あの無意識的なこ取引条件みたいなものはあってかぶさってくる母親に対してね、っとしいという感情を持つと罪悪感を感じてしまうという仕組みがあって、えーまあ、結局はこう何でも母親の言うことを聞いてしまうというような感じになるということなんですね。 母の方もね、えー、もちろん当然子供であった時代があり娘であった時代があって、まあ、自分なりにやりたいこととか希望というようなものとかね、えー、あった人生を送っていたのかもしれないけどそういうことがですね、えー、ことごとくう,うまいこといかなずに結局まああの。 女房、奥さんというふうになりまして、家庭に入って娘を育てると、そしてそれに対してこう一生懸命やってると、まあ、自分の人生がですねそこにこう集約されてしまう、集中してしまう、それを生きがいと感じてしまう,う、それだけだったらまだいいんですけどね、そこからですね、えー、ある程度、娘が大きくなったら、うん、それを卒業して、ですねまた人生の自分の人生を再び生きると、まあ、いうようなですね方向転換ができずに、いつまでたってもその娘に対して、うん、しがみつく。まあ、それだけだだけったらまだ いいんだけど娘の人生を娘の自由にさせずにですね自分色に染め上げ自分の価値観を押し付けてですねそして、えーまあ、それを娘と一緒に行動し娘が何かをやる前に先回りしてですね自分でいろいろと調べ物をしたり良い準備をしてですね計画を立てて、ちゃっちゃっちゃっちゃとやって娘をねなんかこう先にこう、まあ、エスコートするだけではなくねん先回りしてどんどんやってしまうと、まあ、いうようなケースで。 それをですねだんだんこう娘の方がうが疎ましく思う苦しく思う息苦しく思うというような状況こういうですね親子が結構多いお母さんと娘さんこういうケースが結構多いということなんですね。 まあこれがですね20年前とか30年前とか戦前というような時代でしたらまだ子供の数が多かったんでまあ長女がうまいことね大人になったとしてもその後次女、三女弟そういうものが待っているという感じになればですね忙しくてそんなことをやっている暇がないという感じになるんですけど娘一人、母一人とかねまあせいぜい二人というような感じだとなかなかですねその執着して へばりついてしまう子育てにしがみついてしまうというような状況が起こりやすいということなんですね。 それでなくても、ですね、まあ、なんだかんだ言って日本もまだ男社会というところがありますので女性が、ですね社会その男社会で、まあ、仕事を持ったり、まあ、経営をやったりというような感じで生き延びていくのは非常にこう大変な部分があるということでそして、なおかつですね子育てをしてある程度こう年齢を進めていってですねそして特別なスキルとかない場合の女性がですね社会にまた 戻って、そしてビジネスなり仕事なり収入を得るなりそういうことをするというのは非常にやっぱりなかなか難しいということがあるというのはね否めない状態だと思います。まあ、社会に出てもまあ、パートでですね、えー、お金をちょこっとこう稼いで、えー、まあ、そういうような感じのですね社会復帰子育て後の社会復帰をするという人はねケース的にはやっぱり多いんじゃないかなというふうに思うわけですね。 もちろん、ですね、ごく一部の、まあ、芸能人とかね、特別な仕事を持っている、能力を持っている人女優さんとかあとはまあ自者自あの経営者みたいな人とかですねえ、まあ、著述家というような人はですね、子供があできている。 子育てが一段落ついたら、ああまたですね自分の仕事に戻るというような感じのことができる場合もあるとは思いますが、あそういう人はですね、まああの割合的にはかなり少ないという感じで、まあほとんどの方はね今言ったようなああ感じの状態になっていると思います。そうすると、まあ社会に出てもですね、まあパート的なお仕事という感じで、ええそしてもうある程度年も行ってしまうとですね、まああの 若い女性というようなあの魅力的な部分というのはちょっとこう。 少なくなってしまっているというような感じです,とですね、やはりあまりこう生きがいというものを感じられなくなるというような状況になりやすいかと思うわけです。そうしますとです、ね、やはりまた家に戻って、その娘の世話をするというような感じ、自分の娘にです、ね、自分を投影するとか、自分の希望をなんていうかな託すというような生活にまたこう戻ってしまってです、ね、娘、娘というような。 感じの状態になっていくということなんですね。 娘の方ももう生まれた頃からですねこの母親とこう付き合っていてですねその色に染まってしまっているという感じになりますからどうしてもですね、まあ、あのそれがすべての世界と生まれた頃からそうだったんでそれがすべての世界というような感じになっているからなかなかですねこう反発しにくいというような状況になってそれがですねある種の依存的な状態になってしまっているということなわけです。 街で、ね、歩いていると時々見ますが、お母さんと、ね、娘さんという感じでその2人のコンビが歩いているんだけど、まあ、背格好も結構ね、ちょっと娘さんの方が大きいケースの方が多いんですけど、同じようなファッションをしてね、同じような髪,髪型をして歩いているというようなね、まあ、なんていうか、そういう親子を結構見たりしますね。 微笑ましい部分もあるけどちょっとね何て言うかな奇妙な雰囲気がするというような気がしたりしますね。 そしてこのですね、さよならお母さんという書籍、墓守娘が決断をするときという、この書籍はですね、そういうですね、まあ、しがらみを持った母と子供のことをですね、心理的なカウンセリング等を通して説明しているというような本でございます。まあ、私もですね、この… タイプの書籍いろいろとこう読んだりしているんですけど結構多いパターンはですねこういうテーマの場合はあまあ同じ親子関係でもね A さんの場合とか B, B 子さんの場合 C 子さんの場合というような感じでですねいろんなケースがこう書かれているというようなケースになっている場合が多いんですけどこの書籍はですねそういうんではなく まず、このママがですね、典子さんという名前で、娘が香りさんという名前、そして父親がおりまして、そして後にですね、この娘の方の香織さんも結婚するんですけど、その旦那さんが黒木さんというような感じで、ですね、登場人物がはっきりしているという感じですね。ここれはですね、まああの,この… 1> 1人がね本当に実際一つの実存したああの人間というわけではなくね、えー、この著者があいろんなカウンセリングでいろんな人たちを見てきて、えー、そのうん。 こういう人たちの特徴ですね、それをつなぎ合わせたね、モザイク的にこう組み合わせたあ人物像という感じになっていて、いかにもこういう人たちが典型的にやる行動とかね、典型的なタイプとかパターンというものを紡ぎ合わせてですね、まあ、象徴的にモデルとして作り上げた人物像ということになりますね。ですので、まあ、あのなんていうのかな。あの、 そしてこのストーリーの展開、話の展開の仕方ということで言いますと、ですねまず母親のね、のりこさんという人物がカウンセリングに来て、その時の話の状況ということになって、そしてその次にね、こののりこさんのモノログ的に、ですねのりこさんの目から見たこの現状という話になる。そそして今度はね、その 香織さんですね娘の方があその母親とどういうふうに絡んでいくかというようなことをですねこの娘のかおりさんの視点からああ喋るというような感じそしてその旦那の黒木さんというような感じでですね登場人物がそれぞれこうモノローグで話していくというようなスタイルになっていてなかなかですねこう読み応えのある非常にね小説的な感じでも読める部分も大きくてですね、えー、楽しく拝読させ ていたただきました、えー、まし、あ、私もですねこのタイプの書籍い,いろいろとこう読んだりしているんですけど結構多いパターンはですね、えー、こういうテーマの場合はあまあ同じ親子関係でもね A さんのパター場合とか B, B 子さんの場合 C 子さんの場合というような感じでですねいろんなケースがあーこう 書かれているというようなケースになっている場合が多いんですけど、この書籍はですねそういうのではなく、まずこのママがですねのり子さんという名前で、娘が香りさんという名前、そして父親がおりまして、そして後にですねこの娘の方の香織さんも結婚するんですけど、その旦那さんが黒木さんというような感じで、ですね登場人物がはっきりしているという感じですね。ここれはですね、まああの,この 一人がね本当に実際一つの実存したああの人間というわけではなくねこの著者がいろんなカウンセリングでいろんな人たちを見てきてその。うん こういう人たちの特徴ですね、それをつなぎ合わせたね、モザイク的にこう組み合わせたあ人物像という感じになっていて、いかにもこういう人たちが典型的にやる行動とかね、典型的なタイプとかパターンというものを紡ぎ合わせてですね、まあ、象徴的にモデルとして作り上げた人物像ということになりますね。ですので、まあ、あのなんていうのかな。あの、 そしてこのストーリーの展開、話の展開の仕方ということで言いますと、ですねまず母親のねのりこさんという人物がカウンセリングに来て、その時の話の状況ということになって、そしてその次にねこののりこさんのモノログ的に、ですねのりこさんの目から見たこの現状という話になる。そそして今度はねその 香さんですね、娘の方があその母親とどういうふうに絡んでいくかというようなことをです、ね、この娘のかおりさんの視点からああ喋るというような感じそしてその旦那の黒木さんというような感じでですね、登場人物がそれぞれこうモノローグで話していくというようなスタイルになっていてなかなかですね、こう読み応えのある非常にね、小説的な感じでも読める部分も大きくてですね、楽しく拝読させて いたただきましたそして、これらの話を踏まえた後ですねこの著者がカウンセラーということで、まあ、総括して、分析して解説していくそしてまああの状況をですねつまびらかに論理的に話してそれの対処法とかねそういうことまで詳しくね話していくというような感じでですね徹底的にこう分析しているという部分が見られます。 そしてですね、著者はこの本でですね、こういうですね、まああのお母さんですね、そこにはですね、こういうタイプのお母さんには6つのですね、特徴がある、共通した特徴があるということを指摘しているわけですね。一つはまあジュフト、自負と承認欲求ということですね。自分は頑張ってね、娘を産んだと。 まあ、いろんなね安産だったか難産だったかわからないけど、一生懸命、えー、頑張ってね娘を産んだ、そのことだけでも価値がある、意味があることだということですね、そういうですね自負がある、そしてそれは素晴らしいこと、いいことなんじゃないかなというですね、まあ、気持ちを強く持っているということですね、そして次にですね、まあ、2番目は選択と責任の放棄というものがある。 えー、能動的に何かをやればあできた状態であったはずなのに、ですね、えー、やはり、うんまああまあ、女性であるということとかあ、主婦であるということ、母親であるということで、ですね、えーまあ、世の中というものに対して、うんまあ、能動的にすることはできなかった、それはどうしようもなかった、あ時代とかも含めて、ですねうん自分があ積極的にやるということができなかったのは、仕方がな,ないことだというような捉え方をしているということなんですね。 そして、えー、3番目は、ですね、世間を主語にするということですね、えーまあ。これもですね、能動的に自分でやるというよりはこのマジョリティに従って生きてきてそれのどこが悪いというような部分のね、そういう何て言うかな受け身的なものが強いとそういう考え方が常にあるということですね。 あそしてですね第4番目はミソジニーということとですねミソジニーというのは、まあ、女性別子という、ねえー、意味ということなんですけど、まあ、女性というものがですね、えー、社会に出ると結局はですね男にはかなわないというような部分、えー、なわけでですねはる、えー、かにこの不利な状態の女性というものを生きていくんだから一生懸命やるのもちょっとこう虚しいとかね、えー、女っぽくして媚びを男性に売るというのもまあでも 恥ずかしいしとまあ、いうようなねそういう感覚を常にこう持っているということなわけですね。そして5番目はねリベンジの道具に自分の子供を利用するということですね。まあこれはよくね聞く話なわけですね。自分ではできなかったことをですね娘にやってほしい。それを託すというようなことですね。 6番目は娘を自分の一部と思い込むということですね。えー、まあ、これもですね、うんまあの、語るまでもないというような感じで、えー、娘の人生からこう独立できない、自分の人生を生きることができないというような状態になってしまっていると、これがこの墓守娘の母親の特徴だというふうに述べられておるわけです。えーまあ、つまりですね、えー、なんていうか、結婚して、えー、まあ、 家庭の中に、ねえー、で生活をして、えー、子供を育てという感じで、えー、まあ社会の一員として、ね、立派な形で生きておられるわけではあるんですけどやはり、ね、こう世界が狭いというかそういう感じになってしまってです、ねえー、まあ子供を産んで育てるということが、まああのまあ、確かに、ね、価値のある大きい仕事ではあるんだけどその中で,です、ね、自己充満をしてしまいある意味、ね、自分より弱い立場 であるその小さな子供というものにを相手にですねえ自分のこの人生をこうずっとこう埋没させていってしまうそしてえ自分の考えとかそういうものを持たずにですねえ世,間世間の価値観に沿ってそこだけにこう一生懸命してそれが本当に娘のためなのかとそれが本当に世の中のためなのかというような視点がない広い視点を持てないそしてそれをずっと ずっと長く続けているうちにです、ね、どんどんこう小さくまとまってしまう、そして旦那さんもです、ねまあ、それになかなか付き合ってそこからです、ね、時々広い世界を見せてあげるとか、まあ、そういうような余裕がない状態な部分もあったりしてです、ね、それがこうエスカレートしてしまう。 しかし娘もねいつまでたっても小さい立場ではなく大きくなって成長していくとそうなると重苦しくなってくるとしかし母親の方はそこからですね脱却できないとその圧力でこで苦しむというような、まあ、そんな流れになっているのかなという,ふうに思ったわけですね。 ネット上にですね発言小町という掲示板的なこうサイトがありましてですねこれが面白くて結構よく拝見しておるわけなんですけど、まあ、これはどういうものかというとですね掲示板ですのである人が、まあ、相談をするわけですね姑、まあ、がいて、まあ、結婚して5年目なんだけどああだこうだでいろいろと大変だけどどうすればいいですかというようなことをです、ねまあ、トピび主みたいな人がですね 投稿するとその、それに対していろんな人がねいろんな角度からあそういう場合は越した方がいいとかあそういう場合はあした方がいいというようなことをですね意見交換し合うというようなあ、まあ、サイトなわけですね。 まあそこでですね、ある相談が投げかけられているのをね、ちょっと拝見したわけなんですけど、まあ、あの小学校の娘がいてそれがですね、ピアノ教室に通っているとしかし、ね、後から娘よりも後から入ってきた同じぐらいの年の別の家の娘さんがいてですね、その子がです、ね、自分よりも後から入ってきたのに簡単に上手になってしまってパラパラ弾けるようになってしまったと。 そして、えー、まあ発表会の時も、ねえー、自分よりもいい,いい場所でキープするというような感じいいプログラミングいいプログラムいい形でプログラミングに乗るというような、ねえー、感じになってしまっていると、えー、そこら辺で非常にもやもやしていると、えー、そして、まあ、レッスンの時間とか、ねえー、そういうものに対して先生にいろいろとこ相談したりするけどそれにも納得できないしレッスンの方法についてもです、ねえー、ああした方がいいこうした方がいいと考えているんだけど調べても もヤモヤが晴れないけどどうしたらいいでしょうかというようなことをですね、えー、投稿しているわけですね。えー、それに対してです、ね、いろんな人があ、まあ、基本的には主婦の人が多い掲示板なんですけど、まあ、そういうようないろんなねピアノの先生の話とかあ私も同じようなことがありましたというような主婦の話があってですね、えーまあ、いろいろとこうやり取りしているわけなんですね。 そしてもちろんねトピックにもよるんですけど1つのねこの質問に対して時々ですね90件とかね100件以上の答えが出てきてですねそこでそこの中でまた意見交換があったりやり取りがするようなことも結構あったりしてですねそういうものを見ているのも面白かったりするわけですね。 でまたこのピアノの世界ではですね、えー、ただね、えー、そのレッスン料をまあ週に1回とかね、えー、月に2回とか払うだけではなくね、えー、やっぱり、えー、そのうん 毎回ですね、えー、まあコンサートみたいなもの発表会みたいなものをやるわけなんですけど、まあ、その時とかにね、えー、まああの衣装のお金とかね、えー、その時もやっぱりこうお金付け届けみたいなのを払ったりとかあ年末年始にはこうお歳暮的なものを送らなければいけないとかねそういうしきたりみたいなのがピアノの、ねえー、世界にもあるらしくてですねそういうことに対していろいろとこう書かれたりと。 まあでも先生によってやり方はいろいろと違,違うというような部分もあったりとかもするんですけれどね、えー、そういうようなものを見てですね非常にやっぱりこ細々とした非常にこう大変なあ労力をかけてこのピアノ一つを、ね、娘に習わせていると、まあ、いうような、ね、状況が分かったりしてね面白いなと思ったわけなんですねでもこのすごいね膨大なエネルギーをかけてでもね娘は本当はピアノとかやりたくてやってるわけじゃなくねお母さんがやるというからやっている部分で どうしてもね、なかなか嫌だと言い出せなくて困っているというようなこともね、その一方であったりするということなんですね。まあ、基本的にはね、ある程度、年齢がいったら、親と子は別物ということで自由にさせてあげるというのが王道なと思うんですけど、なかなかそれからの区切りが難しいのかなと思ったというわけです。 あまあ、この書籍の中で,です、ね、著者の信田さんはです、ね、娘さんのほ、ね、まが、あ、人生のにおいてです、ね、母親もつらいけど娘さんの方が深刻なダメージを受けている場合が多いということで、ね、母親に対して、ね、かなり厳しめに書いている部分があってその問題の根強さというものを、ね、感じさせるというような書籍となっております。 えということで今回は、あ子育てに取りつかれ娘の人生を乗っ取ろうとする母親の凄まじさ、書籍さよならお母さん、墓守娘が決断する時を読んでというテーマでお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。